若草物語は中世後期に成立したとされているおとぎ造史の一つ。著者は不詳。三巻三冊。風陽若歌集、雑にに見える、洋宇治川の改作と言われているが、これは洋宇治川と本作品に共通する登場人物が読んだとされる若が風陽若歌集に再録されていることに由来する説であり、具体的な影響関係は不明である。 く家社会を物体にしたく家本に分類されている。伝本として、天理図書館に所蔵されている、奈良絵本3冊版と漢文7年3冊とこれの同系統の漢本及び写本とみられる本複数と、慶応義塾図書館に所蔵されている写本3冊があるが、天理図書館2種と慶応義塾図書館本では、内容が異なっている。安ぜちだいなの北の方は、 前の関白であった亡き兄の娘、若草を引き取って、乳母の淡路と共に育てることになった。若草は大納言の子である、少々と、朝日の前の兄弟ともに育てられ、やがて朝日の前の計らいで少々と結ばれて、娘を産んだ。北の方も、この婚姻を喜んだが、大納言はこれに不満で三条の左婚の最小の、娘と少々の縁談を取りまとめた上で、 少々を、向こう入り婚のために、無理やりに、最小の家に送ってしまい、若草を、大仏もよでを名目に、家から追い出してしまった。愛する人とも娘とも引き離された若草は大仏に、三景後に宇治橋から川に投進する。帰宅した少々は、若草の話を聞いて、あちこちを歩き回り、長谷寺での夢に導かれて、大仏を経て宇治川にたどり着き、 若草に同行していたアージから若草の死を告げられる。一旦帰郷した少将は娘を朝日の前に託して出家して、高野山から吉野山を経て、熊野山にて修行、王城を遂げる。後悔した大納言も北の方と共に出家する。アワジも出家をして若草も、追善のおかげで王城をし、後に大納言夫妻も王城をする。 残された朝日の前は三位中条の北の方になるが、両親と兄夫婦の死を嘆きつつ、少々と若草の忘れがたみの娘を、摂政の孫である自重と結婚させた。以上が、天理図書館本での内容であるが、慶応義塾図書館本では、若草は、清水観音の霊言で助けられ、少々と再会して帰郷して幸せに暮らす内容になっている。ありがとうございます。